同期の中で一番清楚だと思うのは誰ですか？うん、五十嵐美香です。いや、黙ってもらって。いやー、しみるーこの感じとりあえず一回黙ってもらっていいですか？おもろい。あ、死んでる！高い、高いとこから落ちてる！先輩！先輩が高いとこから落ちてる。うん、高いとこから落ちてる。で、なんだっけ？あ、清楚。清楚ですか？あー。ね、なんか、最初は、つい、うん、ついこの前まではソフィーだと思ってた。うん。ついこの前までは。うん。うん、だけど、最近、あー、違うかもなーってなって、うん、意外と、メルチ？え？メルチ、まあ、そうか。なんか、消去法になっちゃう。消去法なんだよね。そう、正直、消去法ではある。うん。うん、消去法だけど、まあ、メルチ。まあ、ロッティは清楚。ロッティは、清楚っていうよりか、ピュアな気する、どっちかっていうと。あ、ピュアですね。うん、清楚じゃなくて、ピュア。うん。って考えると、やっぱ、清楚は、まあ、のんちゃんはないし、あかりもないですよ。そうね。うちらもないとか、入ると。ああ。うん。理由めっちゃ気になるけど、うん、まあ、まあいいか。一旦置いといてね、そこは。まあ。ええー、うん。まあ、消去法でメルチなのかな。メルチかな。なんか、なんだっけな。1ヶ月記念の時に、うん。その、メルチ、本人にも言ってないんだけどさ、うん、メルチがあのマイクラやっててソロで、ソロでマイクラってケーキ作ってたの、うん、作った時に、うんうん、でも完成した時の笑顔と喜び方がもうなんていうのもう可愛すぎて、俺もしかして意外とこの子清楚なのかって思っちゃったんだよね、そのシーンで。そう、奥さんになってくれと。そう、俺のために毎朝弁当を作ってくれ。前からね、うん、1ヶ月記念でケーキ作って、あーできたってできるのもなかなか清楚じゃない？わかんない。それは確かに清楚だわ、うん、まあ私もやるけどね。え？黙っとくね。うん、あのね、あの白、うん、なんかあの、なんて言うんだろう。純粋な感じがもう、うん、一番清楚かなって思った。消去法だけど。直近で清楚だなって思う要素が他の人にない。最近。そんな最初から分かってたことであったけどもね。まあ、でもちょっと、初配信で瓦割ってたことは、ちょっと一回今忘れたんだけどね、一回。瓦を割る清楚も嫌かも。ああ、確かに。まあ、そうだよ。清楚とはっていう感じになってくるけど。うん。やっぱでも、イリオスいないと思うんだわ。うん。もう無理やり頑張ってあげるならやっぱメルチ。ね、消去法で行くんだったらメルチ。うん。ソフィーはもう、違くないか？ソフィアは、むしろなんか逆サイドの。うん、また高いとこから落ちてる。大丈夫ですか？また高いとこから落ちてるよ。どんなとこいらっしゃるんだよ、どこにいるんだろう。まあでも、ね。全然まだお話ししたことないけど。うん、ソフィーの、うん、その清楚じゃないって思うような要素って多分、ソフィーの配信を見てればわかるかもしれない、意外と。そうだね。うん、うちらがけなしてるとかじゃなくて、本人の配信を見て、そう思っちゃったからってのもある。結構なんか割とさ、なんかこうむしろなんか、エロ。ね、ちょっと、そっちだいぶ、エチエチな感じだよね、結構、うん。そうなんだよ、マジで。ね、あ、やばい、本人いる聞かれてる、やばい、聞かれてる。こっちじゃないかな、そう、今の、しーちゃんです。聞かれてる、やばい。聞かれてる、まずい。いや、私じゃないからね、好き。うん、私じゃないから。
ってるよ、私は怒ってるよ、ソフィア先生。エチエチって聞かれてる。おもろい。そう、まあ気になる方はちょっとあの本人の配信ちょっと見てみてください。ぜひあのちょっとこういい気分になりたい方は。そう、一人でね、一人で同期の、うん、同期とポッキーゲームしてるの妄想するような子なんでね。それが気になる方はね、ちょっとあのぜひソフィアバレンタインさんの配信を見に行ってみてください。はい。それそうすればきっとなんか花開くよみんな。お、この感情はってなります。はい、そういうわけで清楚の話はこんな感じです。次の質問どうぞ、五十嵐さん。はい、